太陽といえば熱。熱といえば炎。つまり、夏はマジカルカリンの季節なのだ。さあ、我と行くぞ青い海で遊ぶためにあ、朝あれおかしいの。眠くない。学校がある日はいつも眠いのに。 遊ぶ日は目がぱッチリなの。不思議なの。いっぱい遊びたいから、バナナでお昼を済ませようって思ったら、私が買ったのマンゴースティックで、みんなに笑われたの。うーん。夏の海に沈む夕日。 みんな特別っぽく言うけど、私にはわからないの。夕日は夕日なの。それより夜のお魚が楽しみなの。わぁ、すごーい夜空にお星様がいっぱいこれだけ点があれば、結んで絵が作れそうなの。あれもしかして、 星座ってそういうことなの遊びたい時はいくら暑くて汗をかいても平気なの。でも、外を移動するのに汗をかくのは嫌なの。早く涼しいところで漫画が読みたいの。せっかくの楽しい気分を台無しにするとは。 やってくれるな、魔女我が煉獄の炎が放つ、太陽を超えた灼熱で、貴様を焼き尽くしてくれるのだこの暑さをしのぐなら、果てなしのミラーズに行くのがいいと思うの。きっと涼しいから、水着で行くと気持ちよく過ごせるはずなの。 鞄のの。中を見てみるの今回の海はすっごく楽しいことが起きそうだから漫画が描けるようにいろいろと持ってきたの怪盗少女マジカルキリンに海を舞台にした話があるんだけどここがその聖地って言われてるの興奮を抑えられないのは当然なだ 買って、どうしてプーンって耳に来るのそのせいで時々眠れないの。退治しようとしたらお母さんにうるさいって怒られるし。これなの次の漫画の舞台は海主人公の漁師が人魚を釣り上げて恋をして、いいなけの 太陽オ加イカと爵とネットを使った釣り対決をする話なの。うーん。もう、痛いしかゆいの。うーん。日焼けして動くのも辛いし、漫画を読むしかないの。それに、黒くならないか心配なの。 アリナ先輩は時々何を考えているのかわからなくなる時があるのこの間なんていっぱい水着を試着したのに結局自分で作っちゃったのうーんメイドさんみたいなフリフリスポーティーでクールいっそスクール水着でもうん やっぱりなぎたんは何でも似合いそうなの。もう、浮き輪を借りに行ったら子供料金でいいって言われたの。私中学生で、これでも二年生だし、もう大人なの。ふーん。この水着って子供っぽい サマーバージョンのマジカルカリンとしてはいいと思ったの。無理やりでも褒めてくれると嬉しいの。